Rams. ゴア連合との平和的共存政策を打ち出しています。ゴア、だけでなく我々の銀河全体の平和と繁栄を目指すこの姿勢は、ゴアの輝かしい歴史に。会場への到着1305時、予定通り通過。警備フォーメーション、シティセンサーシステム異常なし。会場に到着した。ヒルダ、衝撃波形から目を離すな。今日まで第8惑星連合との平和条約を掲げ、茨の道を歩み、第68代大統領として。前方約5キロ、微動ですが衝撃波感知。前方5キロ、まさかバグだ。ケイダ、バグ発生。リムジンを D ポジションへ。出てください。全員行動 B だ。大統領、大丈夫だ。オペレーションアルファで。危険すぎる。敵はプロだ。オペレーションベータで行こう。その方が気兼ねなく敵をあぶり出せる。二人に任せよう。わかりました。リムジンは私が。ならば俺はアサルトでサポートする。頼むぞ二人とも。赤いサソリよりサジンへ。ターゲットはリムジンへ。作戦 B を実行しろ。1号機は
パイロットは射殺されましたが、テロリスト1人はボンドガンで逮捕。3、4号機で応戦。5号機はこの車の護衛に回せ。俺が1号機を起動させ、5号機とで護衛がてら敵を引きつけ誘い出して叩く。では、おばさあ、早く。ここは私たち2人で十分です。おば心配するな、大統領を頼む。ヒルだ。おば、ジャックされたアサルトが起動し始めた。隊長、発砲許可を。違うような3号機、密集がいるんだ。ジャンプしてトップビューから武器だけを狙え。わかりました。その間4号機は左翼から体当たりで格闘に持ち込め。了解。大統領のおとりとして北方に逃走中。オバ、リジア、ボバ、援護を頼む。オバ、スクリーン上の黒い車両がディオンよ。地下道から大統領が脱出するまで時間を稼いで。こちらリジア、フェルクを守ります。ボバ、右翼に回ります。格闘戦で潰します。先に行ってください。敵アサルト多数、そっちに向かったわ、オバ。訓練生時代を思い出すな、オバ。二人だけで10機の敵をこなした。銃なんてものじゃないわ、気をつけて。俺が最初になれたのもお前のおかげだ。頼むぞ、オバ。大統領は地下道を通って逃走中です。オバ、あと3分持ちこたえて。前方に敵機、オバ、前に出て潰してくれ。これが大統領専用リムジン。大したとこだ。だが、きつい。頼む、オバ、援護してくれ。もう持たん。大統領の車に発注しました。大統領は危険地帯から無事脱出。踊り作戦は成功です。あとはオバ、生きて戻って。
に敵アサルトが接近中。すごい数です。どこからこんなに。臨時ニュースをお伝えします。本日午後1時、マロニー大統領の就任式で大規模なテロ事件が発生しました。演説中の大統領が狙撃されましたが、大統領警護隊の活躍で大統領は無事でした。狙撃の後、群衆内で2人のテロリストが銃を乱射。1人は護衛中のアサルトを奪い逃走を開始しました。この時、大統領警護隊士官オバン・レイ少尉がテロリストの逃走を援助し、自身も逃亡しました。逮捕されたテロリストの証言で、事件の実行犯は傭兵部隊赤いサソリ、首謀者は逃亡したオバン・レイ少尉であることが判明しました。オバン容疑者は大統領の暗殺とゴア政府の転覆を計画。傭兵部隊赤いサソリを雇い、大統領警護隊内部から犯行を手引きしました。警察はオバン・レイを全国に指名手配しましたが、現在も逃走中です。今回の事件の背後関係については捜査中ですが、八惑星連合が関係している可能性も強く、ゴア政府は八惑星連合に対し制裁処置の可能性を示唆しました。また赤いサソリリーダーのニッタ・ヌギバが使用したと思われる狙撃銃が現場から5キロ離れたビルの屋上で発見されました。その日からオバンは安息の地を失った。ゴア全土で指名手配されたオバンは祖国を離れるしかなかった。親しい友も肉親も全て所在不明になっていた。そればかりか、惑星ゴアにオバンは存在さえしていなかった。そしてオバンは戦いの中で10年の時が流れていった。だが、あの大規模なテロ事件は彼の脳裏に焼き付いて離れることはなかった。真相を知るための近道はむしろ敵地にあった。惑星ゴアと覇権を争う八惑星連合最強の赤いサソリ隊が彼の選んだ第二の故郷だった。オバン・レイ、出身は惑星ピエト、傭兵歴10年、よく生き延びてきたな。ただの運さ。運で10年は務まらねえ。匂うな。ご惑星だよ、おめえは。この隊に何しに来た。10年前のあんたと同じさ。赤いサソリで名を上げに来た。まあいい。メッキならすぐ剥がれる。獲物はこの密林に居座っているゴア軍の精鋭だ。そいつに切り込め。部下もつける。ただし質は保証せんがな。
オバン聞いてるか。とりあえず部下と一緒に北へ前進しろ。もたもたするなよ。以上。俺はザイコブだ。侵入に来るとは物好きなバカだぜ。シドだ。スパイだったら後ろからぶっ殺す。ネリーです。私はこの部隊に拾われて10年ですが、戦ったことはありません。よろしくお願いします。悪運も今日限りだぜ。こんな難民上がりの飯炊き女と一緒じゃな。すみませんで済みゃ戦争は起きねえんだよ。シド、今日はやけに食ってかかるな。もういいだろう。死にたくねえのは皆同じだ。敵、俺には見えねえぞ。気のせいじゃねえのか。奇襲だ。ネリーがやられた。映像を送る。だから言わんこっちゃねえ。ガキには無理だ。脱出しました。ボア野郎を見つけたぜ。やべえよ、このままじゃ持たねえ。シュートだ。やばかったぜ。敵さん丸見えだ。七面鳥だな。もらっちまった。このままじゃ一人が持たねえ。ザイコブだ。無事脱出したぜ、オバン隊長。
本部ニッタだ。今の敵は石膏だ。貴様らの前方に敵の主力がいる。正確な兵力は不明だ。次の貴様の任務はそいつらの始末だ。補充を送る。シドとネリーは後方へ。任務開始は10分後。逃げるなよ。以上。飯炊きの代わりに回されたテラードだ。よろしく。私はドナー。ゴア軍と戦えるからこの部隊に来た。あんたもその口かい？やり方がシビアだからね。ネリーを平地に置いておとりにしたりしてさ、能力のない奴は死ねってわけかい？アサルトに乗せても飯炊きは飯炊きさ。テラード、お前さんも気をつけな。使い捨てされないようにね。うまくやるよ。なあ、招待状。そろそろだ。
まる。まとまる。敵一機撃破。もらいだ。やったよ、大将。そんな腕で私はやれないよ。そんな腕で私はやれないよ。敵発見。持ってるね。そうじゃないか。痛そう。俺ってメイク。無理なやつ。フォワードも。たまにゃ。敵一気撃破。ちょろいちょろい。そんな腕で私はやれないよ。メイキュー！フォワードも当たってる当たってる。メイキュー！フォワードもサバリナ。俺って踏みつくりなやつ。こちらドナ、現在交戦中。到着。もう敵はいねえようだぜ、小隊長。敵はいない。本部に連絡するよ。本部へ。敵小隊殲滅しました。本部に行ったら、だいぶ手こずった。まあいい。今夜はそこで野営しろ。明朝リルリバー作戦を発動する。開始は0425だ。作戦はドナーと補充のシドカモフを使え。寝ぼけて食われるなよ。以上。兵歴6年、カモフだ。シドだ。戻ってみれば飯炊きの次は腰抜け野郎か。この配置、嫌がらせみてえなもんだな。腰抜け野郎ってのは誰のことだ。分かりきってるじゃねえか。このバカは別にして、俺とドナーの腕は悪くない。だがつまらねえ命令は聞かないぜ。カモフから以上だ。甘く見ない方がいい。隊長は見かけより薄情だよ。この点はニッタ隊長と同じだよな。よく分かってるな、シド。オバン、命令だ。
前方のレッドエリアにいる強国守備隊を撃破して、そこを死守しろ。支援は？本隊が迂回するまで支援はない。以上。支援なしだ？舐められたボスの下につくとろくなことはねえ。見た俺たちを消すつもりじゃねえのか。坊や、聞かれてるよ。冗談じゃねえ。盗み聞き野郎なんかに殺されてたまるかよ。到着。おばん隊長、その機体はもう持たねえ。早く脱出を。おばん隊長、Grams.